山川穂高、いてもいなくてもあんまり関係なかった。交流戦これを4番固定足す柳田離脱でよく勝てたな。あれもう30本くらい打ってなかったっけ。チームのイメージ悪くしたやん。もうキャリア最低レベルの成績になりつつあるな。これと4年契約したん。近藤とかゆむ敵の存在が勝たせてくれるからどうでもええんやろ。大谷と一緒やね、気にすんな。これじゃあ SB が問題児取っただけのバカみたいじゃん。ノリが50本打てば三冠王ならそこに目をつぶるかもみたいなこと言われてたのに、それを上回る邪悪がこの程度じゃいかんでしょう。こいつを4番にして NPB 最強打者の近藤を5番にしてる小久保って12球団で一番やばいな。近藤がホームラン打ちまくってるの意味わからなくて、草田は FA 史上最強じゃね。ボールのせいで長距離砲みんな死んでるからしゃあない。近藤は高打率の中距離でヒットの延長がホームランだから気にせず頑張れてるんやと思う。むしろ近藤がな。ハムは水谷が近藤を上回る穴埋めになりそうやが、昨日はタコか。 OPS リーグ9位がいらないわけないやん。年俸安いからあんま気にならんかな。山川いなかったらこれがレギュラーだったんだからいるだろう。ご視聴ありがとうございました。